え、前だよ前だよ前だよ。ここ隠れる、ここ隠れる。危ない危ない。前だよ前だよ。一部落とした、一部落とした。後ろ切りながら、後ろ切りながら。2段2段。こっちこっちゆっくり入る。ナイス2段、やばすぎ。ナイス2段。3枚やった、3枚やった、3枚やった。まだまだまだ、やばすぎ。あ、僕の行こう、僕の行こう。落とした落とした落とした。ニルさん落とした、ニルさん落とした。右のジブやる。ジブ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 。やった、落とした落とした落とした。バル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 。ニグニグ、ナイス。どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、ちょっと何やら届いていたので、こちら開けていきたいと思います。中はなんかすごいマシュマロですね。マシュマロがいっぱいあります。さらに梱包されてますね。ではちょっと開けたいと思います。さらにケースかな、これ素手で触っていいやつかな。開けると、はい、ちょ見えないね。はい、というわけで中身は CR カップ優勝商品の、時計でございます。こんな感じになってます。クレイジーラクーン様、そして CR おじいさん、ありがとうございます。皆さんが言いたいことあれですよね。やっと今もらったのっていう風に思うかと思うんですけど、本当はね、もう本当ずっと前に、数ヶ月前に届いてたんですよ。で、その時にもルーさんとか多分アルファさんは動画とか、あとツイッターにね、届きました、ありがとうございますっていうね、動画上げてたんだけど、その時僕は手術後でなんかもうメンタル的にもいろいろ死んでて、なんか宅配物をもう一切開けずにもう放置してたんですよ。もう届くもの全部もうとりあえずもうポン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 ってこう積み上げといて、で今日その辺整理してたら、あ、そういえばこれと思って、これあれじゃないかと思って、だからね、運営さんからしたらね、送ったのにこいつ何も反応しねえじゃねえかみたいな、何も反応ねえぞみたいな風に多分なっちゃってたかもしれないですけど、ちゃんと、はい、届いてました。すいません。時計と、あとこちらのあれですね、トロフィー、優勝トロフィーですね、こちらもちゃんといただきました。まあ、ルーさんタッチもね、あげてたと思うんだけど、別ゲープレデターっていう名前とプレイヤーネームが書かれてます、ね、なかなかオンライン大会でトロフィーがあるなんてなかなかないんで、ちょっと嬉しいですね。これはこちらも記念に撮っておきます。これはね、つけられないよね。ちょっともったいないよね。もう素手で触んない方がいいんじゃないかな。これ素手で触っちゃダメだよね、多分きっと。まあこの時計はまあちょっと使わずに、まあ記念にね、トロフィーと一緒にまあ撮っておこうかなと思います。で、僕のね、YouTube の再生数がもうなんか数千とかいっちゃって、もう収入がもう全くないっていう時は、はい、というわけで今日の動画は以上です。終わりもない、終わりです。まあちゃんと届いてますよ、ありがとうございますっていう動画です。で、まあ僕最近ちょっと復帰して、まあマイペースに動画は上げていこうかなと思うので、またよろしくお願いします。ではバイバイ、お疲れ様です。